はい、こんにちは。コミュニケーショントレーナーの高野文夫です。今日もお聞きいただいてありがとうございます。今日は2月1日でございます。このレンガビル、早稲田の方支援から発信いたします。いつもですね、コミュニケーション上のキーなるワンポイントをお伝えいたしておりますが、今日はですね、自分がですね、話しているときに誰かが割り込んできて、邪魔をするといいますかね、それを止める方法です。止める方法です。これはですね、日本人はほとんど習ってませんのでですね、大概の日本人は人が喋ってるのに割り込んできて、なんて失礼なやつなんだ、なんて怒ってますけれども、これは欧米、特にですね、イタリーとかですね、南米、ラテンの人たちは食い込んでくるのがこれ当たり前ですから、人が喋ってるところに食い込んでくっていうのは当たり前ですから、嫌ならそれを止める必要があります。日本人はですね、人が喋ってる時は最後まで黙って聞けというですね、文化がびっしり行き渡っているので、その欧米で特にですね、ラテンとかイタリーのような人たちを失礼なやつだと決めつけますが、これはですね、グローバルのマナーから見ると日本人が悪いんですよ。じゃあどうしたらいいかというと、簡単なことです。簡単なテクニックです。2つやり方です。まず割り込んできた人の相手の名前を、顔を見ながらですね、にっこりしながらですよ、名前を呼びます。木村さん、中野さん。もう一つはですね、あと1分待ってください、私が喋ってます、その後はあなたの番です。名前を呼んで、30秒なり1分なり待ってと数字を言ったらいいんです。ちょっと待って、中野さん、1分私に時間をください、その後あなたがどうぞ。これなんです。これをやればいいんです。慣れれば板につきます。はい、まとめます。自分が喋っていてですね、誰かが話に割り込んできて、腹立っちゃうな、怒る必要ありません。相手の名前を呼んで30秒なり1分待ってって言えばいいんです。その後あなたがどうぞと、これでいいんです。はい、今日もお聞きいただいてありがとうございました。コミュニケーショントレーナーの高野でした。さようなら。